今年4月6日、坂出市消防本部に坂出市初の女性消防士として採用された北山沙織さんの入校式が高松市生島町にある香川県消防学校で行われました。北山さんは今年10月1日の坂出市消防本部での職務まで火災だけにとどまらず、大規模災害時など住民の生命を守るべく厳しい訓練を半年間受けます。自ら考え、自らの責任で主体的に行動できる。国旗に敬礼。今年7月、この日行われた訓練は実際の火災現場を再現した実火災訓練です。これは密閉されたコンテナの中で実際に火を起こし、自分の目で火災の様子を確認し、フラッシュオーバーの過程を観察、体験することで活動限界を確認したり、安全管理につなげるものです。防火服に身を包んでいても、一つ間違えると命に関わる訓練だけに、皆さんに緊張感が走ります。ざわ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 なって聞き取りにくいんで、で自分の持ってるトランシーバーは人に聞かせてあげれるようなやつな。発信することは特にはないです。で、異常があるんだったらまた自分が出てくれたら構わないので。怖さと緊張はあまりないんですけど、まあ、火災をあんまり体験したことがないので暑さとかに耐えれるかなとは思っています。はい、ありがとうございます。密閉されたコンテナの中は数百度もの高温となり、訓練生の皆さんはストレスを感じながら装備の重要性や安全行動を理解します。120度ぐらいです。はい。振り向くな。ボンベ振るぞ。ボンベ振っちょるぞ。真後ろに、真後ろに。ボンベ振っちょるぞ。真後ろに。この訓練の最大の目的っていうのはどういったところがありますか？はい、最近火災現場が少なくなっていますので、若い世代の現場経験を積ます意味で火災性状を深く理解させること、それに伴いまして自分の安全を確保する、その技術を習得させることが目的です。この訓練の一番厳しいところってどういうところですか？そうですね、実際炎と相対するわけなので相当の圧力、恐怖を感じます。恐怖に打ち勝つ強い気持ち、それと自らの安全を確保する的確な行動ですね。ここが非常に厳しいところです。大丈夫、地面が咲いてやろ、今地面がよし、何が咲いて、やっぱ予想以上に暑かったです。で、視界も、はい、視界も結構悪くて、本番は多分もっと視界が悪くなるんで、やっぱ隊員としっかり連携を取らないとダメだなって思いました。常に前向きな北山さん、消防学校では9月30日の卒業式まで現地研修や救助訓練など、まだまだ多くの試練が待ち受けています。